小選意識するところはどんなところでしょうか。そうですね、やはり奥井選手の徹底成功が本当に強いので、しっかりタイミング逃さず自分らしく生きたらなと思います。これまでの対戦実績というといかがですか。いやもうコテンパンにやられてます。そろそろリベンジそうしてしたいですね。あと何か注意するところは決勝戦ありますか。そうですね、やっぱ後手を踏まないようにはしたいなと思います。では決勝戦の意気込みをお願いします。2日間たくさんのご声援ありがとうございます。決勝戦でも自分らしく、しっかり走りたいと思いますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。今シリーズ怪我明け初戦でした。入る場合はいかがでした。そうですね、ちょっと怪我明けっていうこともあって、ちょっとまだレース感っていうのがちょっと鈍くなったので、でも今回走ってみてだいぶ良くなったかなと思います。決勝戦車番見渡して流れなどはどうでしょう、つかめてますか。そうですね、内枠をもらったので、位置取りはうまくいくかなと思うんで、しっかりチャンスを逃さないようにしたいです。実際こう手応えというのは今シリーズ2走してどうでしょうか。そうですね、初日より2日目の方が体の動きは良くはなってきてるかなとは思ってます。決勝戦メンバーを見渡してどんなところを注意しましょうか。そうですね、やっぱり山原さんとか奥井さんとかいるんで、どうしたらいいんでしょうかね。もう自力も考えての競争もありそうですか。そうですね、そうですね、うまいことごちゃついてくれたらなとは思ってますけど。今回松阪バンク初登場で持ち味をアピールしていただけますか。はい、そうですね、直線がやっぱり長いので、やっぱり私の持ち味といえば最後追い込んでしっかりいきたいなと思ってます。今季は2回目の決勝進出なんですが、近況状態はいかがでしょう。はい、そうですね、一つ前から、3週間ほど空いたので、しっかりと師匠とも練習ができたので、はい、バッチリです。決勝戦理想の展開はありますか。そうですね、やっぱり先行の強い選手もいるので、しっかりとまず流れに乗って、で自分の持ち味が活かせれる展開に持っていけたらなというふうには思ってます。今シリーズは連日前受けからのイン粘り決まってますね。決まってますね。はい、初日奥井選手の場合はいかがでした。はジャンで来るって思ってたんで、ちょっと引いて一緒に出る感じでまんまとはまりましたね。山原選手の場合は、ホームかどこかで来るとは思ったんで、緩めて飛びつけるぐらいのスピードに持っていくっていうのは頭に考えてました。決勝もそのいい位置からしっかりとといったイメージはですね、取っていきたいと思います。では決勝戦の意気込みを改めてお願いします。はい、臨海のアイドル小川美咲の代わりで来ました。皆さんにはちょっと残念な思いをさせたかもしれませんが、車検に貢献できるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。連日逃げ切ってますね。そうですね、自分の走りをして逃げ切れてるので、はい、いいと思います。ペース配分などはいかがですか。そうですね、前に出てからはしっかりペースでかけれてると思うので、はい。さて決勝戦なんですが、山原選手との直接対決になりますね。そうですね、もう山原さん強いし、前回の松坂でも完全優勝されてるので、もう熱い戦いを繰り広げたいと思います。ただ奥井さんのやることは一つですよね。そうですね、もう私は迷いなくもやること一つなので、はい。ここまで松坂負け知らずでイメージはどうですか。そうですね、もう松坂は本当にイメージ前回からいいので、ぜひ明日もいいイメージでまた帰りたいなと思います。今シリーズは2戦ともいい位置終始マークしての戦いですね。そうですね、初手からいい位置が取れたので良かったかなと思うんですけど、あそこで刺せればもうちょっといいのかなと思うんですけど、はい、そこはまだ課題かなと思います。2日目は 3.57 から 3.64 にギアを上げてましたね。そうですね、奥井さんの後ろはもう常に踏みっぱなしっていう感じで、はい、何回か番手はまったことがあったので、はい、上げました。はい、
さて決勝は手芝選手7番車、奥井選手6番車ですね。そうですね、うまく番手を取れたらいいんですけど、でも山原選手も自力あるので、はい、しっかりチャンスを見極めて走りたいなと思います。